アイテム番号 SCP-226JP。 オブジェクトクラスユークリッド。特別収容プロトコル SCP-226JP はサイト8123の標準収容ロッカーに施錠して保管されています。宮城県庁にはエージェントを1名派遣し、宮城県内の一軒家に住んでいる対象者の誕生日をすべて記録してください。該当者の中で誕生日を迎えた対象者の家のポストは朝7時にすべて調査してください。 SCP-226JP1 が発見された場合は即座に保護し、カバーストーリーを適用するとともに関係者に A クラス記憶処理を施します。説明。 SCP-226JP は2006年に日本郵便が発行した年賀はがきと酷似しているものです。 SCP-226JP は宮城県内の5歳から8歳までの子供以降対象者が本籍を置いている一軒家の住宅のポストに突如出現します。出現するのは対象者の誕生日朝7時ちょうどで、1日につき1枚まで新たに出現します。宮城県内の一軒家に本籍を置いている対象者が宮城県外で誕生日を迎えた場合も、 SCP-226JP は対象者の住宅に出現します。どのようにしてポスト内に出現しているかは不明です。すべての SCP-226JP の表面には、ハッピーバースデーと書かれており、裏面には対象者一人一人に合わせたメッセージが添えられています。付録 226JP1 を参照、インクの成分を調査しましたが、同様のインクを製造している会社は一切存在しませんでした。現在までに発送者を特定する試みは成功していません。SCP-226JP の裏面に書かれているメッセージを、送られた対象者が一文字でも目視した時に効果が現れます。この効果は、メッセージを写真や映像で見ても同様に発生しますが、出現から1年以上経過した SCP-226JP は効果を発生させません。SCP-226JP の影響を受けた対象者、以下 SCP-226JP1 が欲しいと少しでも考えたものは翌日の朝4時に対象者の住宅の玄関前に出現します。この現象は1年間に年の数と同じ回数まで発生し、次の誕生日を迎えると効果の残数がリセットされ、再び年齢と同じ数だけ現象を発生させることができます。一辺が1メートルの立方体に収まるものであればどのようなものでも出現させることができます。SCP-226JP1 の住居が一軒家ではなくなった場合、この現象は一時的に発生しなくなりますが、再度一軒家に居住した場合、元通り現象が発生します。この効果は対象者が13歳を迎えるまで継続します。SCP-226JP1 は13歳を迎える誕生日の23時ちょうどに突如死亡します。これは SCP-226JP1 の住居が一軒家以外となっていても変わりません。死因は不明です。この時、SCP-226JP1 に送られた SCP-226JP のメッセージが変化します。付録 226JP2 を参照。付録 226JP1 回収された SCP-226JP のメッセージのうちの一つ。やあ、編集済み、くん、お誕生日おめでとう。今日で、編集済み、くんは6歳になったんだよね。大きくなったね。そろそろ将来の夢は決まったかな。来年は小学生だね。楽しみだね。お兄さんからのプレゼントだ。欲しいものがあるなら、欲しい。と思うんだ。寝て起きたらそれは君のものだ。すごいだろう。一年に自分の年の数までしか使えないから気をつけてね。付録 226JP2 SCP-226JP1 の1個体が死亡した後に変化した SCP-226JP のメッセージの一つ。
十分楽しんだからもういいだろう。13歳のお誕生日おめでとう。